エレーナ・グルシナは、現ウクライナ出身の、女性フィギュアスケートアイスダンス選手。2006年トリノオリンピックアイスダンス銅メダリスト。パートナーは、夫でもあるルスラン・ゴンチャロフ。ウクライナ語では、オレーナ・フルシナが近い。1975年、ウクライナ・ソビエット社会主義共和国のオデッサに生まれる。4歳の時にスケートを始め、最初に、ミハイル・タシュリスキーとカップルを結成した。 タシュリスキーとは2シーズン活動を共にしたが、タシュリスキーが学業に専念し、競技から引退したためカップルは解散する。1990年、ルスラン・ゴンチャロフとカップル結成。ソビエト連邦崩壊後はウクライナ所属選手として活動を始めた。 1993から1994年シーズンには、ウクライナ選手権で3位となり、1994年世界選手権代表に初選出された。千葉で開催された1994年世界選手権では18位に終わる。1994から1995年シーズンには、ウクライナ選手権で2位となり、欧州選手権にも出場を果たし、1995年には、 パートナーであるエレーナ・グルシナと結婚。1995から1996年シーズンからは ISU グランプリシリーズにも参戦。しかし、主要国際大会では表彰台に上ることすらなかった。1998年長野オリンピックに出場し15位。1999年スケートカナダで ISU グランプリシリーズ初表彰台の2位となる。 2001から2002年シーズンには、ロシア杯で3位、ウクライナ選手権でも2度目の優勝を果たした。2002年、2度目のオリンピックとなった、ソルトレークシティオリンピックでは9位に終わったが、1998年世界選手権では、自己最高位の6位入賞を果たした。2002から2003年シーズンには、ISU グランプリシリーズの3大会で、連続優勝を飾り、 GP ファイナルへも初進出を果たし、翌2003から2004年シーズンには2004年欧州選手権で初表彰台となる3位、2005年世界選手権ではウクライナアイスダンス史上初のメダル獲得となる3位となった。トリノオリンピックを控えた2005から2006年シーズンには GP ファイナルで2位となり、迎えたトリノオリンピックで銅メダルを獲得。オリンピック直後に プロ転校、ウクライナゴラテン本寺、エレナ・グラシナ、ありがとうございます。